皆さんこんにちは。大企業代表の小川です。八木さん、今日もありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございます。今日はですね、定例の大和八木塾第14回の講義をやっていたわけですけれども、今日のテーマが、健康生活術という中の睡眠をテーマにですね、いろんなお話を聞いてきたんですけれども、まあ睡眠、いろんなお話伺った中、睡眠から派生して夢というものの話も先ほどちょっといろいろ聞かせていただいたわけですけど、八木さん、ちょっと今日はせっかくなんで YouTube で夢について教えていただきたいなと思うんですけれども。はい。はい、夢っていうのはね、どなたも見られると思うんですけれども、一言で言えば、魂が肉体から緩んだ状態っていうふうに思っていただければ良いかと思います。緩むっていうのはどういうことですか？普段は魂と肉体は一体なんだけれども、うん、そこがちょっとこう、まあ、離れるというか。そうですね。だから、例えば、この次元の中だけでも、その、個体であればこの体に留まってるわけですけど、それが、この三次元世界の中で、他のところに行ったり、うん、あるいはもっと行けば、次元を超えて未来の世界に行っちゃったりとかっていうような感じで、うん、肉体から魂が緩むって思っていただければいいんじゃないですかね。夢を見ている状態というのはそういう状態であると。うん、だからまあ寝てる間に全くわけのわからないところでっていうよりも、まあ実際この次元じゃないかもしれないところに意識が伸びて、うん、でまあいろんな見聞きをしている状態を夢と。そうですね。なるほど。そうすると、いわゆるまあ次元という話は時間と空間を含むと思うんですけど、まあ空間の話はよくあるじゃないですか。まあどっか夢見てる間にね、なんかすごい遠いところに行ってたとか、うん、パッと画面、場面が切り替わると全然違うところにいたとかってことは夢でよくあると思うんですけど、うん、時間軸もその中ではある意味関係なくなる。そうですね。だから場合によって、その、面積夢の一つとしての予知夢なんていうのはね、うんうんうん、そうだと思うんですけれども、先に、時間が、まあ、言ってみたら未来に行っちゃって、それでそこで起こることを明確に覚えてた場合に、それをこう、口述しちゃったりすると、うん、まあ、後でそれが起こった時に、ああ、明晰夢だったねっていうような感じで、うん、あ、失礼、ね、明晰夢の中の予知夢だったねっていうのが分かるかと思うんですね。うんうんうん、まあ、その、いろんな次元とかあるでしょうから、その見たものが、そのまんま我々が体験するか否かも、まあ別の話じゃ別の話ですよね。そうですね。まあ、やっぱり、この次元のことでないとなかなか分かんないんでね。うんうんうん、はい。まあだからその夢で見たものが必ずしも正しい。我々の次元のところで起きる、うん、起きないっていうことは別に整合性を取る必要はあんまりないってことですね。うん、そうですね。結果として分かるだけなので。なるほど、なるほど。夢を、なんて言うんでしょうね。いろんな捉え方ができると思うんですけど、まあ先ほどの、予知夢っていうのは先の話じゃないですか。うん、じゃあ逆に過去、例えば、亡くなった方、と夢の中であったりすることとかあると思うんですけど、うん、こういうのはどういうふうに捉えたらいいですか？全く一緒でいいんじゃないですかね。だから次元を超えちゃった場合には当然祖父になりますんでね。うん、ってことは夢の中であったのは、あれは夢だったから夢と現実は違うよねっていう解釈もあると思いますし、まあ、だからその夢と現実っていうものを分ける必要があるかどうかっていうところですよね。うんうん、そこですね。多分ポイントそこだと思うんですけど、ここすごく難しくて、まあ、要するに夢がじゃあ現実とつながってるよって前提としたときに、いやそんなわけないじゃないって多くの人が思うんじゃないかなと。まあそれに対しては、だから何としか言いようがないんですけど。まあそうですけどね。つながっているわけですよね。いろんなやっぱその肉体があるかないかとか次元がどこかとかっていう差があると。うんうん、まあ、だから現実として例えばですね、夢の中でその今亡くなる人が糸まごいに、ね、来られるなんて事案も多分経験された人もいると思うんですね、うん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 、いらっしゃると思うんですね、うん、だから、あ、そうなのかって素直に思えるかどうかでいいんじゃないですかね。うん、まあ、素直に捉えるかどうか、はい、うんうんうん、ちょっと全然違う話なんですけど、私ちっちゃい時からよく夢を見て、高いところ落ちる夢をよく見てたんですよ。うん、で、まあこれ、いわゆる、夢分析的な話は置いといて、そうじゃなくて、落ちるなーってこう地面につく瞬間にビクッとして起きたりよくしてたんですけど、うん、これは今のこう観点からいくと、なんか関連はあるんですか？ね、結構いろいろな因子で、例えばですね、一番わかりやすい例で言うと、
尿意を催して、はいはいはい、夢の中でトイレに一生懸命行くけども、結局はしない。はい、って言って、最後目覚めるときあるじゃないですか。あります。よくあります。つまり肉体側の影響を受けてる場合も当然あるんですよね。うん、つまり、夢って非常にその、なんて言うんでしょう、対因子的というか、いろんな状況でいろんな風な、その意識のその、まあ、あるいは意識と、意識というか魂と、肉体側との関連っていうのがあるので、その夢っていうとたった一文字ですけれども、ものすごくたくさんの、まあ言ってみたら事案というか、あの状況があるので、まあそれをその一言で言うのは場合によって難しいんじゃないでしょうかね、うん、なるほどなるほど。あの冒頭でお話しいただいたような、魂が肉体から緩んでっていうようなケースもあれば、うん、もうがっちり肉体とリンクしているようなケースもあれば、うんはい、あるいはよくあの世間でも言われているように記憶を固定化したりとか整理したりとかっていう中での夢っていうのもきっとありますよね。うんうん、そうですね。まあだから今、綾木さんおっしゃったように、いろんなタイプがあるということですね。まああれですね、あの、大人になったらね、おしっこ行くんだけど、なんか出ないなってことがよくあるんですけど、子供の時はね、よくそうそうそう、おしっこしたら しちゃってたじゃないですか、しませんでした、うんうん、僕はしましたよ。トレンドしてますよね。そういうことですよね。あって、気づくとちょっと暖かくなって、ああ、うん、みたいな、うん。だから、夢って非常にそういう意味では、いろんな状況があるわけですよね。うんうんうん、なるほど。それで夢というものは、まあ、まとめみたいな話になるんですけど、我々、こう、どう捉えたらいいんですかね。夢が、まあ、いいとか、悪いとか、まあ、いろんな、こういう夢を見たからいい。あ、予知夢、あ、夢占い的にはこの夢がなんだとかって、こう定義づけしたがるじゃないですか、人間ってどうしても。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そうなんですよ。定義づけ、僕なんか従っちゃうんですけど、あ、夢というものとこう どう向き合えばいいっていうと、ちょっと質問が広すぎますけど。まあ、どうもこうもあるように見ればいいんじゃないかと思うんですけど。なるほど。だって、千差万別ですもんね。あ、まあまあ、でも。ただまあ言えることはね、例えば、その、明晰夢的なもんであれば、ちょっと気にしといてね、うん、あの人、もうすぐ亡くなるのかなとか、うんうん、いうようなことはいいかもしれませんけどね。なるほどね、はい。覚えてる夢と覚えてない夢の違いみたいなことはあるんですか？まあだから、それもいろいろな、そのね、解釈あると思うんですけども、多分ですね、本当に重要なもんであれば多分覚えてるでしょうね。なるほどね。そうか。まあ、ということで、ちょっとその我々の感覚でいろいろこだわって、ああだこうだ言いたいんですけど、まあまあ、ありのままに唱えなさいと。そうですね。そういう話でよろしかったでしょうか。はい。はい、というわけでですね、今日は、あの、八木さんから睡眠の話をいただいた後で、夢の話をいただいたわけですけれども、まあ、あの、いろんなね、捉え方があるよということで、最後にですね、いつも私、あの、決め台詞を言わせていただいてるんですけど、これ、実は、八木先生の受け売りで、いつもご機嫌に仲間ということを言わせていただいているので、本場から、あの、ぜひ、最後、決め台詞をよろしくお願いします。あ、そうですか。はい。はい、じゃあ、まあ、皆さん、強気に陽気に元気に感謝して仲間を、これですね。これですね。ありがとうございました。はい。